私は死ぬことは別に怖くないんですけど、おかしいと思いますか？でもやりたいことがない人ってそうなんじゃないのかな。あとね、ある種の死に近い状態に楽しいっていうのを感じることがあるんですよね、人間って。例えば車ですげえスピードを出すのが好きっていう人いるじゃないですか。僕も日本ではやんないんですけど、他の国に行った時とかに割とそのなんか200キロ近くとかをこうわーっと出して、あ、これハンドル切り間違えたら死ぬなみたいなのがちょっと楽しいみたいな感じるタイプだったりするんですけど、あとなんだろうな、ジェットコースターとか、まあ速いものに対しても、まあスキーとかでもいいんですけど、死ぬ可能性があるから楽しいみたいな、スカイダイビングとかね、そういうスリルが面白いっていう人はいるので、割とそれ自体は普通なんじゃないですかね。